皆様こんばんは。今晩の相場展望チャート分析編、6月14日こちらの方をお届けをしたいと思います。本日は朝方考えました売買方針につきましては、ドル円を売りで、ユーロドルも売り、ユーロ円も売り、ポン円も売り、オージー円も売りということで全て売りで考えましたが、ドル円だけ、最初ジンクスで290から137まで下落をした時にあと1銭届かずでございまして、これがジンクスでキャンセルをしておりました。それ以外はですね、ちょうど12時半前の日銀のオペレーションで、長期国債をオペの対象に加え、なおかつ金額を増やしたといったことで、本日134円の1617レベルぐらいから82銭まで一気に吹き上がるといった展開となりました。これで私の方もユーロ円もポンド円もこれが指し値がついてストップまでついたといった形となりました。ただこれも一過性でございまして、134の82まで走った後、最終的には134円の01まで下がってきて、でちょうど今30近辺での揉み合いとなっております。今晩ですけれども、基本は引きつけてやはりこちらの方はドル円は買いたい、クロス円も十分に引きつけて押しを買ってみたいというふうに思いました。まずドル円でございますが、ちょうど先ほど私作った時がですね、134円の丸5近辺でございまして、結構早い時間帯、ちょうど5時40分かそのぐらいですかね、でございました。基本的にはもう一回ですね、下がってくれば買うようなスタンスで考えてみたいなというふうにイメージをしております。で、水準としましては、引きつけて133円の65銭、ちょうどこの辺りで、ちょうど先ほど作ってたので、ちょうど割れて、もしストップ引っ掛けたら、急落する可能性もあるかなというふうに思って、深めの133円の65で買いをイメージをして、3の30割れたら損切りを、そして反発した場合134円の45で利食いというふうにイメージを作りました。ちょっと現状はね、離れて30の上まで一回ショートカバーしましたけれども、まだ大きな流れはやはり円売りで問題はなかろうというふうに考えております。次はユーロドルです。ユーロドル朝方 1.0445 で売りを考えて、こちらの方ができて 1.04 の395で速攻やめておきましたが、やめて正解でございました。こんな 1.04 の847まで上昇して、ストップ 1.04 の75で入れてましたので、そのまま置いとけばストップがついたといった形になります。今晩でございますけど、十分にこちらの方もユーロ引きつけて 1.05 を超えたところですね、 1.05 できれば20、この水準を売って 1.05 の50で利食いを、そして 1.0430 で買い戻しをしたいなというふうに考えております。次ユーロ円です。ユーロ円は朝方140円の05でイメージ、売りのイメージを作りましたが、140円の35まで電車道でストップといった日銀に殺されたようなポジションでございました。もう一回今下がってきておりますが、こうですね、下がってきておりますけれども、自分とすればこの140円近辺来ると一回ちょっと買ってみたいなというふうに思いました。9の65にストップを置いて、で140円ちょうど、これ今008ビットベースなんでまだできておりませんが、これも差し値は入れてないですが、140円近辺買って140円台の利食いとすれば、140円のこちらの方は85で考えて、ここまで上がらなければですね、2030ゾーンでもいいから、やっぱりこれはしっかりとリグっておきたいと、そんな感じでイメージをしております。ポンド円です。ポンドドルの方はですね、
1.21 の、こちらの方は8号でちょうどあの作ったのが5時半過ぎぐらいなので、ちょうどこの辺りなんですね、揉んでる時が。なので 1.21 の比較的近いところで 1.2185 で売りを考え、そして 1.2210 でストップを、 1.2125 で買い戻しを考えておりました。ポンド円ですけれども、ちょうどこの辺りで揉んでる時でございまして、163円台の25近辺で推移をしてたと思うんですけど、162円の7号で買いたいなというふうに考えておりました。ただこれ今162円の50にストップをイメージしてたので、これ一気に突き抜けてるんで、これはストップがはまっちゃった形になってますね。自分自身はこれまだ差しに置いてないんで、やられはついてないですが、イメージ的にはここまでポンドやっぱり下がるんだというふうに思いました。もともと163円のミドル超えで80ぐらいでリグユイメージしておりましたけれども、自分が思ってた以上に大きくポンドが下落をしておりました。次、オージーです。オージーの対ドルはですね、この 0.69 の55で売りを、そして 0.6980 でストップを、買い戻し 0.68 の75でイメージをしておりました。全然69の55まで上がってないので、これは差し値を置いてもつかなかったという状況です。OG円ですけれども、これも十分に引きつけて買い場探してみたいということで、92円の6号のイメージを作っておりました。ちょうどこの辺りですね、92円の97ぐらいだったんですけど、この辺りですかね、6号で1回買いをさせてみて、92の30割れたら1回損切りを、そして93の7号で一応利食いを置きつつ、戻りが鈍ければ叩いてやめるといったスタンスでイメージをしてみたいというふうに考えておりました。ニュージーです。ニュージーのタイドルは 0.63 の丸5の売り、この辺りですね。で、63の35にストップを置いて、62の25で買い戻しをしたいというふうに考えておりました。全体的にタイドルは売りで一応当然見てるんですけれど、クロス円に関しては引きつけて一回買えるのかなと、もう一旦買えるかなというふうに考えて、方向性買いで考えました。これも83の50でニュージー円は買いを、83の20でストップを、84の35の利食いを考えました。少なくともですね、方向性としては引きつけてというふうに思いましたが、この想定の中ではポンドが差し値を置いていればついて、なおかつストップまでついたという非常にポンドが弱い状況となっています。ドル円につきましても、その134の82まで吹いた後、1まで下がって、そこから一旦は30台を回復をいたしましたけれど、ここですね、325まで回復しましたけど、今ちょうど1号ゾーンということで、またちょっと上値が重たくなってる。一回押しは買ってみようかというようなスタンスで、オーバーナイトは見ましたけれども、やはりマーケットで今注目をしておりますのが FOMC で 0.5% ではなくて 0.75 かもしれないという噂が流れ、その方がですね、0.75 まで上がれば、確かに金利は、長期金利はそれを見て上がる可能性もありますが、株が続落といった形になってくると、リスクオフになって円買いが強まるという可能性も当然出てくると思います。従いまして、どちらの作用が大きいかということだと思うんですね。で、実際 0.75 上がらずに 0.5 ということになれば、
まあ、株は、まあ、買い戻しが入るのかなという気もいたしますし、まあ、とりあえずは明日の FOMC の結果を待つというスタンスになろうかなというふうに考えております。まあ、今日についてはちょっと悔しい思いをしましたけど、まあ、日銀がその長期国債を、オペに加えてなおかつ金額を増額ということをやるということ自体がやはり長めの金利を上げさせないスタンスというのをもう一回明確にしたということにつながるので、当然これは海外勢中心に円を売ったという、ただこの円を売ったことが一過性で終わってしまってまたもう一回下がってきているという部分ですね。こちらの方をやはり、上値が非常に重たくなっているという見方をやっぱりせざるを得ないのかなという気がしておりまして、まあ、一応今日はクロス円も買いでイメージはしますが、利が乗ってあまり上がらないようでしたら早めに撤収するといったことに考えた方がいいのかなと、そんなふうにイメージをしております。本日最後までお付き合いをいただきましてどうもありがとうございました。今晩の相場展望チャート分析編でございますが、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントをいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。